はい、どうもこちらわさびです、はい、本日は、僕がおすすめするドラムの教則本5000ご紹介したいと思います、はい、まあ、僕ですね、まあ、15歳の頃からドラム始めて、まあ、いろんな、ね、教則本を買って、まあ、それで練習したりとか、まあ、習いに行ったりとかしてたんですけど、まあ、これは絶対やっぱドラマーとして押さえておくべき本をね、皆さんにシェアしたいと思っております、はいはい、まずは1冊目ですね、はい、こちらでございます、スティックコントロールっていう、もうドラムやってる人の中ですごく有名なんですけど、まあ、ちょっとねもう僕ねこれ使い込みすぎて表紙がなくなっちゃってるんですけど、ね、そう全然黄色いところとかもうこのねこのも年季がすごいですけどね、このスティックコントロールはまあやり込みましたね、まあ、ものすごく古い本なんですけど、もともとマーチングドラマーのスネアドラマーのための教則本で、もう何年前だ、50年以上前の教則本なんですけど、まあ、こんな感じでこうわーっとこうずっと音符が書かれてて、でまあそれをどの手順で叩くかみたいな、全部同じなんだよね、手順が違うわけなんだよね、そうこう遠目でパッと見てもさ何のこっちゃって感じなんですけど、ここね近くでこういうふうに、まあ、こう手順がこう書かれてあって、まあ、この手順通りに練習しましょうっていう感じの本で、まあ、僕のねこのどんぐらいのテンポでできたかの書き込みとかさ、うん、これがこうひたすらこんなわーって感じでいっぱい書いてあって、まあ、いろんな手順でもとにかくスティックのコントロールする能力を上げましょうっていう王道中の王道ですね、はい、それでもね何歳ぐらいの時ですか？ここはやっぱだから18、20ぐらいの時、ちょっと専門ぐらいの時、専門学生の時に、まあ、一番使い込んでた本ですね。終わりないもんねこれね、うん、キリがない、やり込んだらいくらでもできるんで、一緒でもね、そう、まあとてもなんつんだろう、もうこれからドラム始めようっていう人にこれを渡すと多分ドラムが嫌いになるんで、無理やな、あんまりね一番最初にっていう本としてはあんまおすすめしないんですけど、まあ、ドラムをもっともっと上手くなりたいっていう人であれば、まあ、確実におすすめできる本で、そうだね、はい、そして次2冊目がですね、こちらシンコペーションっていう本でございます、はい、いやこちらもド定番ですね、ド定番、はい、定番中の定番、これちょっとシンコペーション2なんで、シャープ2なんですけど、ちょっとシャープ1が今手元になくて、はい、とりあえずまずはそのシャープ1のあの青色の本があるんですけど、そちらの方をまずは基準にしていただいて、でこれもまあ同じようにこんな感じのわーってこういっぱい音符が書いてあるもうオールディーズな本なんですけどね、これシャープ2だから少しこう発展系でね、そうだね、最初からちょっと複雑化してる、ちょっと複雑化してるからあれなんだけど、シャープ1はまあものすごく簡単っていうか、一番最初のこう簡単なことからどんどん発展していって、であの練習していくっていう教則本なんですね、はいはい、で、まあ、この本が何がいいかっていうと、すごくこうアレンジが効くといいますか、書いてある通りにまずやってみて、でその次こういう風にして発展させていこう、まあ、例えばスニアドラムタムタム移動の練習をしてみようとか、じゃあ手足のコンビネーションの練習にちょっと発展させてみようとか、なんかいろんなこの練習のパターンが思いつくんですね、そういう風にしてどんどんアレンジしていくことで対応力が上がっていくっていうか、アレンジするね方法さえ自分の中で知っとけばいくらでも練習ができるんで、まあただやっぱそのさっきのスティックコントロールと同じように入門編にしてはまあ入門編じゃないよな、そうちょっと音符しか書いてないし英語だし、これから始める初心者ドラマーにはちょっと優しくないんで、まあ誰かねその指導者のがいるんであればいいと思います、そうですね、うん、指導者ありきだよね、そう指導者ありきな本ですけど、こういう風にして使うんだってのが理解できていればものすごく長い時間、今でも僕これを使って練習することできますし、まあ、それだけ長く使える本だと思っております。
はい、そして3つ目がですね、はい、オールアメリカンドラマーっていう本ですね、はい、正式タイトルがオールアメリカンドラマー150ルーディメンツだったかな。そこまでで、ね、俺さ、白紙アメリカンドラマーしかなかったね。そう、まあアメリカンドラマーで大体通じるんですけど、ね、ドラマーの中ではちょっとね、僕これ原本がなくてですね、学生の頃お金がないから持ってるね同級生のやつをこうコピーしてちょっとファイリングしてあるっていう、まあ、あんまりあんまりね胸張って言えることではないんですけどちょっと貧乏学生だったんで、それでこう頑張って練習してましたね。このソロナンバー1はもう絶対全員知ってるよね。このナンバー1はもう多分一生覚えてる一生で、うん、見なくてもできる、見なくてもできる。ナンバー1、2はもう空で歌えるぐらい、もうみんな学生時代はねやり込みましたよね。これが要するに、ナンバー150までそうそうそう、150ダンジョンあるでしょ。そうそう、150ダンジョン。正直俺150までたどり着かなかった。18くらいでそろそろちょっと厳しくなってきた気がする。いいかなって気持ちになってきたね。もういいんじゃねみたいな。もういいかなって。だこれはですね、マーチングのスネアドラマーのための教本ですよね。教本っていうか、まあ練習曲集みたいな、まあ、これもいろんな手順が書いてあって、その、まあ、ルーリメンツっていう、まあ、ドラムのいろいろテクニック集みたいなものがあるんですけど、それをいろんなルーリメンツを駆使して練習していきましょうっていう、練習するだけでいろんな技がまあ身につくよっていう感じの練習曲、まあ、エチュードですよね。そうですね、エチュード集となってますね。これもでも結構中級者以上向けだけどね。力は難しいからね、そもそも。そうですね、これは中級者以上向けですね。レベル1がそもそも高いけど、レベル1がそうね初心者にね、これは私も絶対嫌いになるドラムのこと無理、うん、まあ、これもやっぱりその先生がいるもとでやるべきものではありますよ ね、 すね。これももう沼だからね、どんくらい早くやるかとかさ。そうね、どれくらい綺麗に叩けるか、綺麗に叩けるとか、一生はない、うん、まあ、キリがないんですよね。キリがない、もう終わりがない終わりがない、まあ、ドラムって楽器はまあ基本的に終わりのない楽器ではあるんですけど、ね、これをね、まあ、ひたすらこう練習していくことでテクニックな部分もそうだし、スティックコントロールな部分も上がっていくんで、やりながらそれがこう身についていくっていうね。でやっていく中でその自分の苦手なパターンって見つかると思うから、それを重点的に練習したりとか、例えばこういう風にここにも書いてあるんですけど、ナンバー5ではこの手順が大事なんだなって、なんか書いてあるね、うん、11月23日にテンポ100でやったよみたいな書いてあるね。真面目に頑張ってたよね。結構真面目な学生だからね、壁一面に発音で自分で書いてルーティーンみたいな、そのだから練習ルーティーン、時間割り で決めてやってるなと思って、うん、やっぱ貴重面だったんだね。貴重面、うん、まあその分だから部屋を占領するっていうのは時間割りが決まってるから、俺次の時間はもうこの練習するから違う部屋取れやみたいな、そうみんなで使う練習部屋をね、独占するっていうクソ野郎だったんですけど、それ共用の練習部屋に貼ってたんですか。共用の練習部屋の壁に貼られてるから、もう俺の部屋バレになってるこれいいよその話はもう気になる人はね、リンク出しておきますので過去の僕のエピソードも見てください。じゃあちょっと次ですね、はい、ちょっと少しこう難しい本をばっか紹介しちゃったんで、非常にライトな教則本を紹介したいと思いますね、はい、こちらですね、自宅でドラム中毒っていう、いやめちゃめちゃライトになったね。やっとやっとなんかねちょっとホッとするような本が出てきましたけど、表紙が日本語ですよ。そう、まずそこなんだよ。これがすごく初心者にいいと思います。そうですね、 CD もついてるもんね。うん、 CD 付きで、でこれ何がいいかっていうと、まあ、要するにまあ本のタイトル通り、その自宅でまあ叩けるドラム叩ける人ってやっぱ少ないと思うんで、その環境の中でも練習パッドを使ってどんな練習ができるか、ドラムセットの代わりに練習パッドを応用したり、まあ、イメージしたりして練習しましょうっていうための本ですね。なのでやっぱそのまだね、その初心者の方とかドラムセットを持ってないのがほとんどだと思うんで、まあ、大体僕もそうだったけど、その最初ドラム始めた時は、まあ、スティック買って枕叩いて雑誌を積み上げて叩いて、でそして練習パッド買ってみたいな流れだと思うんで、まあその家でね、まあ、いろんな練習の仕方があるんですよっていうことが書かれてある本ですね。今これまだ売ってんのかな。今 Google で調べたら売ってました。売ってました。売ってました。あ、よかったです。Kindle もあります。
あ、Kindle 版、あ、そうか。今結構だから、立東さん、Kindle で読めんだよね、ドラマがとか。ね、うん。ね、まずぜひともね、Kindle とかでチェックして、ちょっと見てみてよかったなと思ったら、手に取ってみてはいかがでしょうか。はい。で、そしてですね、まあ、もう一冊、これも同じ、立東さんが出してる、最強のドラム練習帳っていう。これね。これね。持ってたよね、みんなね。みんな持ってた。うん、これものすごくいい本ですね。うん、これは、まあ、要は、まあ、25人の、まあ、いろんな世界的に有名なドラマのパターンがこうわーって載ってあって、まあ、まずはもう単純にその勉強になるよね。うん、なんかあこんなフレーズがあるんだっていう、そういうのフレーズの解説もものすごく丁寧ですし、CD もついてるんで、ちゃんとこう耳でもそのフレーズを聞けると。例えば僕がその好きなミュージシャンとかもいるんですけど、こうまあ、チャド・スミスとか、まあ、ジョン・ボーナムとか、うんうん、で、まあ、そのドラマーたちのパターンをこうコピーするためにいろいろこれ見て、あこういう風に叩いてたんだっていうのはこうすごく参考にしたりとか、まあ、あとはこう自分の今までそんなにこう通らなかったドラマーたちのこう聞いて、あこのパターンすごいかっこいいと思って、で、まあ、そこを入り口にして元の曲を聞いて、あこのアーティストかっこいいってなって、まあ、自分が、ね、その音楽を聴く幅が広がるきっかけにもなるし、そうだよね、うん、だいぶこう広がるよね、自分の中のね。そうね。だからやっぱこう未だに見てもこうあ面白いなって思うパターンあるし、うんうん、ちょっとこれこうコピーしてみようかなみたいな、うん、なんかさっきの要所で紹介した本と違って、まあ、すごくなんつうの、まあ、実践的っていうか、まあ、実際の音楽で使われてる、うんうん、パターンなんで、まあ、やっぱ音楽的だから単純にやっぱこう CD とかを聴いてて楽しいよね。あとこのパターンをできたら、要はその25人の伝説のドラマーと同じパターンを自分はとりあえずは叩けてるんだっていう、その目標にもなるよね。そういうやっぱ満足感も高いんで、やっぱやってて楽しいですね、これは練習してて。最初に紹介した3冊はやってて楽しいっていう感覚になるまでがちょっと時間かかる本なんで、に比べるとちょっとこうゲーム感覚で楽しめるっていうか、練習してみようっていう気持ちになるんで、その方がなんかちょっと今でもワクワクするもんね。ワクワクするよ ね、うん、例えばこのチャドが、レッチのチャドも入ってるんですけど、うん、パターンの解説は書いてあるけど曲名は書いてなくって、うんうん、でもまあ僕はまあレッチが大好きだったから、このパターンを聞くと、あこれあの曲だって分かるの、ね、なるほどなるほど、うん、あ面白いですね。そう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 、だからそれやっぱこう練習しようと思ったし、うん、これ1アーティストにつき何パターンくらいあるんだっけ。結構ある、結構ある、5個から10個ぐらいは。あそんなのか、うん、あでもかなりじゃあパターン身につくんですよね。ロックのみならずジャズとかフュージョンとかいろんなドラマーの名演奏を解説した非常に素晴らしい本となっていると思います、うん、はい、で最後にですね、まあ、一個これ番外編といいますか、まあ、僕が初めて手にした教則本ですね、はい、まあ、これは、まあ、多分その今買えるものではないんですけど、うん、まあ、こういうこのハッシードラムスクールっていう岡山に長谷川楽器という楽器屋さんがありまして、うん、そこのハッシードラムスクールっていうところで僕ドラムを習い始めたんですね、はい、原点ですね、はい、じゃあね。そうなんです、この本が、まあ、非常に今まで紹介した本以上に分かりやすく、楽器の名前からアップストロークダウンストロークっていう、もう本当もう初本の処方の一番最初のところから解説してるんで、まあとても勉強にはなりましたね。やっぱ入り口として非常に役立ったなっていうふうに思いますけど、まあ、最初はやっぱそういうところからスタートだよね、基本は、ね、そうですね、持ち方とかね、うん、はい、持ち方とかっていうところで、まあ、僕はここから始まったんですけどね、まあ、多分その、まあ、市販してる本でもっとその優しい初心者向けのドラムの始め方みたいな本ってあると思うんですけど、うん、まあ、僕にとってそれがまあこれだったっていう、はいはいはい、まあ、ちょっとした番外編の紹介でございました。まあそんな感じで、これ以外にもいろんな教則本とか買って練習したりとかしてたんですけど、まあ中でもこうおすすめしたいなって思った本を紹介させていただきました。よかったら参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた次にお会いしましょう。